帰参を果たした前田利家に、織田信長は前田家の家督を継ぐように命じます。これは利家の兄の利久が病弱だったということもあるようですが、利家に対する信長の期待が高かったからかもしれません。私生活では妻の松とねねが仲良しだったということもあり、近所の橋場夫婦と仲良くしていたようです。身分が低かった橋場秀吉としては、利家ほどの人物が仲良くしてくれることは本当にありがたかったはずです。そしてこのことが後に大きな意味を持つことになります。利家は信長の期待に応えるかのように武功を挙げていきます。金ヶ崎の菊池ではたった数騎で信長を護衛して無事に生還させ、姉川の戦いでは本陣近くまで攻め込んできた浅井助七郎なる者を討ち取り、今に始まらず比類なきやりと称賛されています。本願寺との戦いでは苦戦しながらも、おやつら倒しても倒しても向かってくる。春日井堤においで退却する味方の中で一人踏みとどまって敵を倒し、無事味方を退却させました。そのため日本無双の槍、堤の上の槍などと呼ばれるようにもなりました。そんなある日、利家は信長に呼び出されました。これまでの対抗により、その方を鉄砲奉行といたす。鉄砲奉行？